こんにちは、Bレジェンドの田中です。今回はスタッフの川本くんがですね、ベンチプレス伸び悩んでるということで、パワーリフターの私がですね、解決したいと思います。でちなみに今のベンチプレスの状況を教えてください。今は僕体重が80キロあって、85キロで今6回3セットぐらいでセットを組んでます。マックスは93キロぐらいですね。93キロ。で、目的としてはどうなんですか？目的としてはやっぱり大胸筋を大きくしたいっていうところがあります。わかりました、まあ、大胸筋を大きくするにも、まあ、やはりこうベンチプレス重量しっかり伸ばしていくことは大事だと思うんですが、93キロ上がってどのぐらい停滞しているというか伸びてない感じなんですか？そうですね、半年ぐらいは伸びてないかなと思います。あ、なるほど。100キロってね、キリがいいんでなんとか上げたいですよね。はい、上げたいです、うん、なるほど。ちなみに、その期間食事は普通にとってました？食事はタンパク質はしっかり摂ることを意識して食べてました。まあ、今聞いたところだと、まあ、普段から6回がメインのセットになる感じですかね？そうですね、6回がメインのセットです。まあ、今、体重80キロでマックスが93キロぐらいっていうところで言うと、まだ体の中に筋肉量ってもっと増やせる段階だと思うんで、まあ、6回だと筋肥大も多少効果あるけど、ちょっとこう、パワー発揮というか神経系の刺激も、どっちも取れるような、メニュー構成になってるんで、あくまで今の段階ではもう少しこう筋肥大によったメニュー、できればまあ10回程度がメインの重量設定に少しセット重量を下げて、疲れてきても8回は切らないような重量設定、まあ、10回できればいいし、まあ、8回は切らないぐらいの重量設定にして、まあ、筋肥大を狙ったメニュー構成にした方がいいかなと思います。なるほど。僕だと70キロとか75キロぐらいでセットを組んだ方がいいっていう感じですかね？そうですね、まあ、とりあえず70キロで、10回目標にやってみて、まあ、とにかく1セット目でもいいんで、10回超えたら翌週には 72.5 ちょっと重さを増やしてセットする。セットをやってみて、まあ、8回しかできなかった、1セット目 72.5 で8回しかできなかったとなると、まあ、次はもう8回切りそうなんで、まあ、70か 67.5 に重量を落として、とにかく8回以上できる重量設定で行っていくっていうのが大事になってくるかなと思います。ありがとうございます。はい、考え方としては、まあ、最終目標は大胸筋を大きくしたいっていうところだとは思うんですけど、まずは、しっかり筋肥大の重量設定でメニューを行っていくっていうところと、ベンチプレスもやっぱり、重量こなせる人って結構大胸筋大きいことが多いんですよね。もちろん筋肥大のセット中は効かすことも大事ですけど、まあ、しっかり重い重量を持てるように意識をして、まあ、セット重量でたまにマックスやって、とにかく今まで持てなかった重りを持てるように伸ばしていくのに集中した方がいいかなと思います。ちなみにトレーニングの頻度ってどのぐらいですか？胸のトレーニングは、週に2回やるようにしてます。あ、まあ、週2回やっていれば比較的伸びやすいかとは思うんで、まあ、最低僕は週2回はやった方がいいと思うんで、その頻度はキープしてください。で、できれば、週2回とも、まあ、まず100キロ、まあ、120キロ上がるぐらいまではベンチプレスをとにかく週2回ぐらい行う方がいいかなと思うんですけど、どっちもベンチプレスは組み入れてますか？はい、組み入れてます。どっちも85キロぐらいで6回ぐらいって感じですね、はい、これ疲労残んないですか？ちょっとその伸び悩んでるのはやっぱりそういうことかなっていうふうに思ってます。川本君まだ20代前半で若いんで、どっちも強い強度で入れていくっていうのは大事なんですけど、もし疲労が残ってて伸び悩んでる場合は、まあ、1回はしっかり胸をトレーニングする、70キロとかで10回、3セット程度をメインに行っていくっていうのがいいと思うんですけど、もう1回のトレーニングの時にホーム練習の日というか、筋肥大は明確に、狙いすぎないけど、例えばまあ60キロで5回、まあ、ホームを意識して行うっ
であったりとかですね、まあ例えばですけど重量はまあ50ぐらいに落として足上げでベンチを行うとかですね、また疲労の種類が変わるようなトレーニングを組み入れるっていうのが、まあ私的にはおすすめかなと思います。重量そんな重いの持ってなくても結構ベンチプレスってバランスのコントロールであったりとかちょっと技術的なところも大事になってくるので、重いの持ってなくてもとりあえず軽い重量でもベンチに触ってベンチプレスをやる感覚を慣らしておくっていうところが結構大事かなと思いますので、そういう組み入れ方もやっていけばいいんじゃないですかね。わかりました、勉強になります。やってみます。はい、川本くんのベンチプレスお悩み相談コーナーを、やったんですが、まずはですね100キロ上がってない段階で言うと、まあ、6回がメインのセットっていうよりもまずは筋肥大をメインにした、まあ、8回から12回ぐらいの重量設定で、まあ、しっかり筋肥大を狙ってトレーニングを行っていくことが重要かなと思います。120キロとかね130キロ超えてくるとまた違うトレーニングのやり方、組み方も出てくるんですが、まだ初心者というかですね100キロ上がらない段階ではそのような組み方をメインに取り組んでみてください。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。 B レジェンド公式 LINE ではお得な情報を毎日配信しております。概要欄から登録よろしくお願いします。その他 B レジェンドでは毎月新商品を発売しております。お得なセールも開催しております。概要欄からチェックしてください。それでは次回お会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。